滋賀茶のど真ん中にあるリフォームしたばかりのサービスアパートメント、ハウマッチ。こんにちは、バンビです。今滋賀茶に来ています。今日ご紹介する物件はケープラシャー2です。こちらの物件は2021年にリノベーションされたサービスアパートメント系の物件です。早速中の方に行きましょう。外見からタイ式の物件だと感じるんですけど、部屋に入ってて日本のお友達の自宅に来てるみたい。ここリノベーションしてるんですよ。なんで結構新しいですね。今57平米は広いですね。 L 字キッチン、単身の人はこれぐらいの大きさでも全然十分かもしれない。そうですね、単身にしたら私これがすごい広いと思います。うん、収納から行っちゃうんですか。収納から行っちゃいたいと思います。基本的にサービスアパートなんで食器とかフライパン、鍋とか調理器とか、はい、そういうのも全部ついてますね。棚も結構物を収納できて便利だと思います。この形は珍しいと思います。確かにね。なんかキッチンに収納しておきますね。じゃあ出てきました。気を取り直してサボってた中で、あ、こちらコーンを見てください。2つがついてて一人暮らしにはとっても十分です、うん、これもポット、トースターもついてますね。ちゃんとついてて、うん、広い系、大きい系、ね、ちゃんとその洗うところと、はい、干すところみたいなのもちゃんとあっていいですよね。大好きな冷蔵庫、まあでも一人したらこれぐらいの、まあまあいろんなものを入れて、うん、たくさん、まあまあまあ、はい、野菜とか。そして目の前にはこちらの可愛らしいダイニング、おしゃれなランプついてるからすごいいい気分でご飯食べれます。次はリビングですけど、一人住んでるのにこのような大きいロビーは最高ですね。ソファーですねはい、ソファーです。もう横になってて全然大丈夫かも、ね、はい、固めですけど、うん、いい感じに寝れる、うん、目の前のテレビもあって、あと働くデスク、仕事作りみたいなね。そうですね、家に仕事を持ってきてやります。それメニューですけどね私はそんな街でじゃないです。阿弥陀があるから蚊が入らないです。大きいですね、ビューもいいじゃないですか。なんかびっくりするくらいこちらのビューが広がってます。すごい、海もギリギリ見えて、うん、山も見えて、建物もたくさん見えるから、もうすっごいですよ。場所いいですからね、はい、洗濯機はベランダにつくそうです。今ついてないですけど、はい、洗濯機のデモ、これでもこれが洗濯機、大丈夫です、あの写真入れとくんで。あ、はい、部屋の中に戻ってベッドルームに行きたいと思います。ベッドの柔らかさにチェックしてみてくださいね。そうですね、じゃあ先にチェックしませんか。いいですよ。あ、柔らかい、柔らかい。これはスッと寝れます。今回もサービスアパートメントなんでシーツの交換とかタオルの交換とかもしてくれます。掃除もそうですね。いいですよね。いいですね。掃除はちなみに週何回ですか。毎日です。嘘、毎日ですか。毎日です。最高じゃないですか。素敵。こちらが壁じゃなくてクローゼットだった。クローゼットだった。開けてみてください。結構服をかけられます。つながってますよ。つながってるの。最後のバスルーム、さっき文句言ったですね。そうですね、文句言っちゃったけど、ちゃんとここ見てください。日本式のワシュレットですよ。大きい鏡もあるんですけど、これお、ヒゲとかそっぱり。ヒゲあるの神ちゃん、ヒゲあるんですかないです。あ、そうですか。私、日本にいた時ヒゲが濃いと好きだったなんだその真っ黒私の頭まで。あ、結構深いね。はい、寝れます。なんか日本人はこの日本式のバスタオルが好きですよね。こう、お風呂入ってそのまま洗うみたいなね。そう、暑いやつチェックしますね。お願いします、ね、はい。そう、いい感じの強さで特に暖かくなりました。午前中何点ですか。午前中は 4.5 です。お、一番上のプールの階に来ました。広がってるビューも見えます。プールもね、すごい面白い形。ジャグジーじゃないかな、それ。ジャグジー、プール、ジャグジー、ビュー。これだけでもすっごい価値がある。フィットネスジム。なんかここ、シガシャで一番大きいジムという L くらいじゃないですかね。結構大きいよね。大きい。ピザいっぱいあるし。こちら、
珍しく氷のサービスがついてます。いいな、結構氷って買うのめんどくさいし作るのめんどくさいですからね。こっちだからラウンジですね。この物件結構このラウンジがやっぱ有名で、ちょっと茶菓子が出たりとか。いただきます。うん、住んでる人は食べます。コーヒーが飲めたりとかね。あ、やっぱり窓か両方とも全部窓だから開放感がすごくでいいです。見てください、1階に朝食会長がついてて、毎朝5時半からビュッフェを食べれるそうです。また夜もレストランやってるので気軽にご飯を食べれます。見てください、こちらに並列してるカフェなんですよ。ここケーキが美味しくてすっごい有名です。ぜひお越しくださいね。マミちゃん、ハウマッチの時間がやってきました。何回も緊張します。今日はシラジャパンですからね、相場もまた違うと思うんで、僕の方でおさらいしたいと思います。今日ご紹介した物件は2021年リノベーション物件、12階建てのホテル系サービスアパートメントでした。ワンベッドルーム57平米。サービス内容としてはインターネット、電気代、水道代、朝食サービス、ランドリーサービス、メイドサービス込みになってます。ファシリティとしてはプール、ジム、ラウンジ、朝食会場という形になってますね。いいですか。はい、じゃあバンビちゃん、おいくらからでしょうか。7万バーツから。バンコク、部屋探し、リノシー・タイランド。リノシー・タイランドは日本で上場している GA テクノロジーズのグループ会社です。タイにもあるんだ。タイでの賃貸仲介契約実績は14,000件以上。どんなサービスがあるのかな。リノシー・タイランドでは豊富なサービスをご用意しております。まずはお問い合わせしてみよっと。ワンベッドルーム47,000バーツから。今日の動画が良かったらいいねボタンを押してね。チャンネル登録もよろしくね。